バクテリアの世界。萩原朔太郎。バクテリアの足。バクテリアの口。バクテリアの耳。バクテリアの鼻。バクテリアが泳いでいる。あるものは人物の体内に、あるものは貝類の内臓に、あるものは玉ねぎの球心に、あるものは風景の中心に、バクテリアが泳いでいる。バクテリアの手は左右十文字に生え、手のつま先が根のように分かれ、そこから鋭い爪が生え、毛細血管の類はベタ一面に広がっている。バクテリアが泳いでいる。バクテリアが生活するところには、病人の皮膚を透かすように紅色の光線が薄く差し込んで、その部分だけほんのりとして見え、実に実に悲しみ耐え難く見える。バクテリアが泳いでいる。